っちゃった。渡り鳥さんかな。さすがにジーク君とは違って飛行船には追いつけないみたい。でもでもみんなキュートで可愛かったな。あれ、ジョーちゃんひょっとして。はっ、あなたは。ドロシーちゃん、久しぶりやな。まさか偶然飛び乗った船に乗り合わせるなんて思わんかったわ。私もびっくりです。お久しぶりですね。あれ、ひょっとして名前忘れてしもた？やだな、そんなことありませんよ。その、そうだ、ネギグラハムさんですね。さあさあ、煮てよし焼いてよし、薬味なんかにもおすすめです。てっちゃうわ。それどう考えても人の名前あらへんし、中華グラハム覚えとんのになんで名前の方は覚えてへんねん。冗談ですってば。実はおととい東方人街でネギ料理をいただいたばかりなんです。これがもうほんと美味しくって、お鍋なんてネギしか入れてないのにホコホコでじゅわーっと甘くて、それでついつい間違えちゃったんです。はあ、まあええけどね。それでドロシーちゃん、結局俺の名前なんやけど。えへん、任せてくださいよ。ドビンさん、本当にお久しぶりです。そうそう、旬の素材を入れて蒸らしたら美味しいお吸い物の出来上がり。ってそれはさすがに無理があるやろ。はあ、なるほど。ケビンさんはあの事件の追加調査のためにまたリベールに来たんですね。ま、そんなとこかな。そやドロシーちゃんはなんで国際定期船に乗っとんの？東方人街とか言ってたけど、まさか取材旅行にでも行ってたん？そうなんですよ。今回もナイアル先輩に一人で行ってこいって言われて。へえ、あの人も思い切ったことするな。外国での取材旅行やのにドロシーちゃん一人に任せようとするなんて。しかしそうやね、そうやって責任を持たせることで人は成長するのかもしれへんね。任せてくださいよ。最初はボースマーケットの取材のはずだったんですけど、なんとかなるもんですね。ナイアルさんに言われたんはボースの取材やったんか？ええ、そのはずだったんですけど、定期船の座席で居眠りして目を覚ましたらハルバードの首都に到着してたんですよ。不思議なこともあるもんですね。それ思いっきり乗る船を間違えてるやん。それでそのまま共和国に何日もいたんか？パスポートとか旅費とかは？それがちょうど空港にリベール大使館の人がいて仮発行してくれたんです。取材旅行中もいろんな人が親切にしてくれたからミラにも困りませんでしたし。こう突っ込みどころが多いとさすがの俺でもさばけんわ。
しかしそんな事情やったらナイアルさんもさぞかし心配しとるんとちゃうか。どうなんでしょう。昨日編集部に帰るって連絡したらお腹痛そうな声してましたけど、やっぱりタバコの吸いすぎは体に良くないですよね。それはタバコっちゅうよりストレス性の胃炎やと思うけど。本日は国際定期船グレトナ号をご利用いただき誠にありがとうございます。あと30分ほどで本船は終点リベール王国ポートグランセルに到着します。皆様手荷物などをご確認の上、着陸前にはご着席くださるようお願い申し上げます。それでは引き続き空の旅をお楽しみください。あともうちょいで到着か。俺は着陸まで船内を散策するつもりやけど、ドロシーちゃんはどないする？そうですね、せっかくの国際定期船ですし、私ももう少しいろんなところを撮っておくことにします。そっか、頑張ってな。それではまた後で。お客様、アナウンスはお聞きになりましたか？まもなく終点リベール王国オートグランセルに到着します。お手持ち品などのお忘れ物がないか今一度ご確認くださいませ。まもなく終点リベール王国オートグランセルに到着します。お手持ち品などのお忘れ物がないか今一度ご確認くださいませ。動力圧は異常なしと。ああお客さん、ここには立ち入らないでくださいよ。お客さん、どこかで引っ掛けて怪我しちゃうかもし。いや、子供の頃の夢って言われてもな。そんなことは人に言うもんじゃねえだろうよ。あ、またごまかした。取材なんですからちゃんと答えてくださいよ。記者の特権を行使しとるみたいやね。ちなみに私の夢は怪盗になることでした。絶対どこかの小説の影響やね。しつこい嬢ちゃんだな。まさか硬派の俺がケーキ職人になりたかったとか言えねえしな。しつこいまさか硬派の俺が。そろそろ出願連山だ。気流が乱れるから注意してくれよ。分かったらっつーの。俺を誰だと思ってんだ。
もう3年もこの航路で舵握ってんだぜ。進路西北西、ヨーソロ。ベガン連山はリベールとカルバードの国境なんだ。こいつを越えればグランセルまですぐだよ。はあ、すごい商談でしたよ。あのミラノさんも押し切ってしまうなんて。世界は広いな。いえ、でも最後にはミラノさんも要求を通したわけですし、まだまだ負けたわけじゃありませんよ。あの交渉に若造のくせにえらい粘りよってからに。まあええわ、こっちには優秀な情報屋がついとんのや。次は64、いや73で取ったるで。半年かけて大陸諸国を回っていたの。素敵な新婚旅行だったわ。やっぱりこの人と一緒になってよかった。アルムったらもう新居探しだなんて。でもそうね、そんな家なら幸せな家庭が作れるかも。さあ、いよいよリベールに帰ってきたぞ。次は新居探しだよね。ねえエアリー、どんな家がいい？やっぱり小さくても暖かい家がいいよね。こう森の近くの丘に立っている一軒家でさ。お待たせしました。
まもなく本線は終点リベール王国王都グランセルに到着します。着陸の際多少揺れますので、お早めに座席にお戻りください。共和国も素敵でしたけど、やっぱりリベールの空気は格別です。半年前あれだけ大変なことがあったのに、街並みもすっかり元通りやね。平和で穏やかな国やのに、そこら辺は根性あるよな。えへん、なんといっても女王様の治める国ですから、女は逆境に強いんですよ。なんかドロシーちゃんが言うと説得力があるようなないような。しかし半年ぶりやけど、確かにええね、この国の空気は。どこか懐かしいっていうか、里心がつくっていうか。確かケビンさんの故郷ってアルテリアってところでしたっけ。でっかい教会がたくさんあるっていう。ああ、別に俺はアルテリアの出身やないで。アルテリア報告っちゅうんは七王教会の総本山がある場所でな、大陸全土から信徒とか教会関係者が集まってくるけど、元々の出身者ってのは少ないんや。国言うてもそこらの自治州よりはるかに面積小さいし。ほう、そうなんですか。あれ、それじゃあケビンさんの故郷って。ドロシー。あ、ナイエル先輩、ドロシーハイアット、ただいま戻りました。ただいま戻りましたじゃねっての。お前ってやつはなんでボース氏の取材が共和国の取材に変わるんだよ。あの時西回りの定期船にちゃんと乗ってただろうが。どうしてなんでしょうね。あ、もしかして。もしかしてなんだ。もしかして私無遊病だったりするのかな。寝てるとき自分でも気づかぬうちに飛行船を乗り換えちゃってて、それを何かの殺人事件のトリックに利用されたりして、時々ミステリーな匂いがしますね。無遊病で乗った飛行船が変わるわけねえだろ。息切れしてきた。大丈夫ですか。先輩もいい歳なんですから、タバコは控えておかないと。そうだ、30歳のお誕生日、先週の金曜日でしたよね。おめでとうございます。私旅先でケーキを買って盛大にお祝いしたんですよ。な、どうでもいいこと覚えてなくていいんだよ。っていうかそれ、ただ単にお前がケーキ食いたかっただけだろうが。それが東方のお抹茶を使ったケーキで、甘さとほろ苦さのハーモニーがもう絶妙って感じなんです。可愛い姿をいっぱい撮ってきましたから、後で現像してお見せしますね。写真かよ、せめて土産で買ってこいよ。ね、
なんちゅうか、前にも増して芸としての完成度が上がっとる気が。ってあれ？ナイヤさん、お久しぶりです。相変わらずみたいで何よりですわ。ケビン・グラハム、どうしてお前さんがここに。もしかしてこいつアルテリア組んだりまで行って何かしでかしたんじゃ。ちゃいますって。ちょうど偶然国際定期船に乗り合わせただけですわ。そうか、安心したぜ。思わずこいつがどじって大聖堂のステンドグラスかなんかをコッパみじんにしたかと思ったぞ。ナイアルさん、苦労してますな。先輩ったら相変わらず心配性なんですから。誰のせいだ、誰の。しかし半年ぶりくらいになるか。どうしてリベルへ、また何かあったのかよ。ああ、ちょいと野暮用ですわ。別に事件とかやないですから、期待しても何もあらへんですよ。へへ、そいつはどうかな。まあいいや、どうせしばらくはグランセル大聖堂にいるんだろ。そのうち挨拶に伺わせてもらうぜ。お手柔らかに。そんじゃドロシー、とっとと編集部に戻るぞ。この2週間何をしてたのか洗いざらい話してもらうからな。えへん、任せてくださいよ。毎食毎食写真を撮ったから現像すれば全部思い出せます。グルメレポートの話をしてんじゃねえ。あの二人を見てるとまたリベールに来たって感じがするな。しかしそれ以外の人は何してるんやろな。エステルちゃんとエシャー君は外国に行ったそうやけど。グラハム神父、シード中佐、久しぶりだね。事件後の祝賀会以来かな。元気そうで何よりだよ。中佐こそおかわりないようで安心しましたわ。しかし王国軍が絡んでるとは聞いてましたけど、てっきりユリアさんあたりが来はるかと思ってましたわ。シバルス隊は今別の任務についててね、こうして暇な私が出張らせてもらったわけさ。またまたご謙遜を。風の噂で大佐への昇進も間近と聞いてますで。今更ながら君たちの情報網には驚かされるが、あいにく今の私にはいささか荷が重いちいかな。それにカシウス准将にもまだまだ頑張ってもらいたいしね。カシウスさんも大変や。それで例の仏は大聖堂に。ああ、地下に保管されているらしい。何でも部外者の立ち入りには騎士団の許可が必要らしいが。ええ、まあちょいと特殊な場所ですから、詳しい話はそこでさせてもらいますわ。わかった。紹介したい人もいるから早速大聖堂に向かおうか。え？紹介したい人？今回の件における協力者でね。詳しい事情はその人から聞くといいだろう。
おお、よく来たな。カラント大司教、ご無沙汰してました。あれ、そちらは？聞いていたよりも若いわね。あなたいくつ？え？に、22になったところですけど。予想以上に若い。聖杯騎士団というのはそんな若さでも要職を任されるのかしら。ドミニオン第5位ケビン・グラハム殿。顔色が変わったわね。この程度で動揺するなんて修行不足なんじゃないかしら。それともその態度も演技の一環なのかしらね。あんた一体？ふう、ラッセル博士、あまり挑発的な言動は控えていただけませんか。え？いや、だってこの人せっかく引き上げたあれを持っていっちゃうんでしょ。それと私のことはその名で呼ばないでちょうだい。あんなクソジジイと同じ呼ばれ方なんて不愉快だわ。やれやれ。ラッセルってひょっとしてティータちゃんの？はじめましてと言うべきかしらね。私の名はエリカ、エリカ・ラッセルよ。以後お見知りおきを。いやあ、まさかティータちゃんのお母さんやったとは。確かご夫婦で外国にいるって聞いてましたけど、戻ってきはったんですね。あんな事件があったと聞いて戻ってこないわけないじゃない。もっとも辺境にいたから情報が届くのがだいぶ遅れて後の祭りだったけど。まったく、そうじゃなきゃあのクソジジイの好き放題にさせなかったもの。なんや、ラッセル博士にえらいご立腹みたいですね。当たり前でしょ。聞けばその崩壊した冬都市にティータを連れて行ったそうじゃない。いくら孫に甘いからって限度ってもんがあるっての。はあ、挙句の果てにあんなチンピラみたいな男を娘に近寄らせているなんて。俺、赤毛もみあげ男、私の可愛いティータによくも。赤毛もみあげ男ってアガットさんのことですか。その忌々しい名前を口にしないでちょうだい。覚悟してなさいよ、アガットクロスナ。今度はさらにパワーアップした機体で叩きのめしてあげるわ。何やいろいろあったみたいですね。ああ、私も詳しい事情は知らないが、ちなみにラッセル博士はちょうど外国に旅行中でね。今回の件に関しては全面的に彼女に協力をお願いしているんだ。そうやったんですか。そこ聞いてるの？はい。まあいいわ。それにしても随分と長い階段ね。あとどれくらいあるのかしら。もうそろそろで終わりですわ。あった、見えてきたみたいやね。
行き止まり。ちょっと、どういうことなのかしら。エリカ博士、シード中佐、ここから先に進むためにはお二人にある処置を受けてもらう必要があるんですわ。いきなりうさんくさい話になってきたわね。さしずめ、教会お得意の法術ってところかしら。ええ、そんなもんです。具体的に言うと暗示を受けてもらいます。暗示？ここで見たことは誰にも喋るなとか言うわけ？いや、中佐なんかは上への報告もあるでしょうから、そこまでの無理は言いません。ただ単にここで見たことを信頼できる者以外には話さない、そう心から思ってくれるだけで結構ですわ。ずいぶんアバウトね。まあその程度でよければいくらでも思ってあげるけど。こちらも了解した。頭の中で念じればいいのかな。いえ、あくまで自然体でリラックスしてて結構ですわ。ほな行きますよ。空の女神の名において、性別されし七をここにあり、空の金曜、四季の銀曜、その総国をもって奇跡へ至る道をかの者らに指し示したまえ。扉が。ご協力感謝しますわ。信頼できる者以外には話さない、心から思ってくれたようで何よりです。なるほど、口先だけだと扉は見えないわけか。驚いたな。どういう仕掛けなのかと聞くだけ野暮なのだろうね。ねえ、できれば勘弁したってください。それでは中へどうぞ。驚いたな。まさか大聖堂の地下にこのような場所があったとは。一応リベール王家と七王教会との盟約によって建造された場所ですわ。この場所の目的はただ一つ、古代遺物の力と機能を抑え外に広がらんようにすることです。なるほど。君たち騎士団の役目に直結した場所というわけか。とすると似たような場所はリベール以外にもありそうだね。ま、否定はしません。一応俺らはこの場所を始まりの地と呼んでます。始まりの地、やたらと意味深じゃない。さしずめオリジナルはアルテリアにあるのかしら。あら、図星。いや、なんちゅうか、さすがはラッセル博士の娘さんやなと思いまして。あのハゲと一緒にしないでちょうだい。基礎理論はともかく、応用工学では私の方が上よ。カペルやアルセイユの基本システムにしたって設計担当は私なんだから。そうやったんですか。と話が脱線しました。
これが例のブツですか。ああ、その通り。3日前リベロアークの水没地点から引き上げられた古代遺物とおぼしき物体さ。夕方かよ。これで何も出なかったら今日は諦めた方がいいかもな。しかし整備長、エリカ博士による測定ではこの辺りで間違いないんだろう。ああ、エリカ坊がそう言うなら確実だろう。ただ知っての通り、バレリオ湖の水深はとんでもなく深いからな。その何かってのが小さなものだったりしたら、さらうのも一苦労だぞ。感知された動力反応からかなり大きな物体ではないかと推測されているのだが。さて、それはどうかしらね。博士、エリカ坊、測定は終わったのか。ええ、なんとかね。それはそうと、親父さん、いい加減エリカ坊はやめてよ。結婚して子供もいるんだし。そうは言ってもガキの頃からそう呼んでたからな。今さらホイホイと変えられねえさ。まあいいわ。シード中佐、部下の人たちを一旦下がらせてくれるかしら。ということは、正確な沈没地点が突き止められたということですか。ええ、誤差1アージュ以内で。しかもソナーで確認できた限りにおいてはそんなに大きくないものみたいね。推定だけど、せいぜい50リジュ程度じゃないかしら。小せえな。50リジュっていうとアントワーヌくらいの大きさか。仮にアーティファクトだった場合、少々厄介なことになりそうですね。ええ、悔しいけど教会の出番かもしれないわね。まったく、古代遺物になると我が物顔で出張ってきて。もう腹立たしいったらないわ。どうどう、落ち着きなって。それでは一旦部下たちを撤収させましょう。整備長、よろしく頼むよ。おうよ。さてと、鬼が出るか蛇が出るか。この位置で間違いないわ。親父さん、始めて。おうよ、サルベージ開始するぞ。嫌な音ね。クレーンの調子があまり良くないのですか。そういう意味じゃないわ。どうも古代遺物ってあんまり好きになれないのよ。私たちには説明できないものが無視できない力を持ってそこに確かに存在している。研究者にとってこれほど理不尽で腹の立つことはないわ。そのくせ無駄だと知りつつも
興味を引かれずにはいられない。なるほど、お気持ちはなんとなくわかります。あれから半年、こうして平和は戻ったが、我々は未だあの事件が何を意味していたのか計りかねている。そうね、ま、私はその場にいたわけじゃないけど。アームが固定に到達。ホールドを開始するぞ。外れだ。30リジュ右へ微調整。ビンゴね。ホールド成功だ。引き上げるかよ。ええ、お願い。ご対面か。出るぞ。な、これは。なるほど、事情は大体わかりましたわ。しかしこいつは。ええ、見ての通りよ。すでにその物体から動力反応は消えている。これが何を意味するかわかる？力を失った古代遺物は名役による引き渡しの対象外。なるほど、博士が俺を待っとった理由が分かりました。察しがよくて助かるわ。実際動力反応が消えたのはこちらの大聖堂に渡す直前でね。一時的に預けはしたが、正式な引き渡しが済んでいない以上、所有権は曖昧な形になっている。さて、この場合どうすべきなのかな。痛いとこついてきますな。リベールとしてはこれの所有権を主張したいと。それを見極めるために私はこの場に同席している。ちなみに主張しているのはどちらかというとエリカ博士だ。もともと中央工房が進めていたサルベージで見つかったものだもの。当然の権利じゃないかしら。死んだ古代遺物は完全なブラックボックスです。いかなる手段をもってしても解析は不可能やと言われてます。それでも引き取りたいと。ええ、その通りよ。考えてもみなさい、あんな事件があった後なのよ。私はその場にいなかったけど、少なくとも我々の常識は根底から覆されてしまったわ。あなたたちが千年かけて覆い隠してきた真実によってね。見くらう蛇とかいう得体の知れない結社も同じ。聞けば聞くほどその技術水準はデタラメだわ。一体何が真実で何が起ころうとしているのか、私を含め大勢の人がもう無関心ではいられないのよ。それこそ手がかりがあるなら何でも調べたくなるくらいにはね。博士、そのくらいで。彼個人を問い詰めたところでどうなる問題でもないでしょう。まあね。とにかくこちらの事情は説明したわ。この古代遺物、
いえ、ただの金属片の塊。渡すの？渡さないの？それは。その一役の迷いが、よこしまなものを生んだ。それは脳を這いずり丘を駆け抜け、空に災厄を振りまいた。エゼル記第二節、解き放たれた災厄より。グラハム卿、遅くなりました。七王教会、聖杯騎士団所属、重騎士、リース・アルジェントです。以後、よろしくご指導ください。また唐突に現れたわね。って、あなた！何か？騙されないわよ。そんな格好してるからって、騙されてあげないんだから！恐るべし聖杯騎士だ。こんな娘を派遣してこちらの息をくじくなんて。でも私には強い味方があるわ。見るがいい、これを。博士、それはティータちゃんの写真。かわいい。今可愛いって言った？可愛いって言ったわよね。そうでしょ、そうでしょ。これがもうほっぺぽにゅぽにゅで愛くるしくて最高なのよ。やっぱり可愛いは可愛いを知るのか。そういうわけで、あなたがいくら可愛いからって免疫のある私には通用しないんだからね。先ほどからおっしゃっていることがいささか分かりかねるのですが、可愛いって私のことですか？当たり前じゃない！クールで涼しげなのに、どこか幼さを残した端正な要望。少女から脱皮したばかりのしなやかな体を包み込む可憐で控えめなシスター服。くなかなかの破壊力だわ。だから違うんだってば。グラハム卿、こちらの方々は？ああ、中央工房のエリカ・ラッセル博士と王国軍のシード中佐や。せやけどお前、グラハム卿って。なるほど、発見者の方々でしたか。ご苦労様でした。あとはこちらで引き受けます。どうかお引き取りください。ちょっと待った。何勝手に話進めてんねん。グラハム卿の手間を省略しただけです。いくら力を失ったとはいえ、かの七司法に関わる異物、おいそれと世俗の者に渡せるとでも？それはなかなか言ってくれるわね。でも悪いけど、名役が絶対である以上、そっちの法的根拠はないのよ。どうご利用しするつもりかしら。法的根拠がないのはそちらも同じではないかと。名役を絶対とするなら、力を失った古代遺物は誰も所有権を主張できません。
ただそこに打ち捨てられたもの、そう解釈するしかできないはずです。要するにそっちがこのままがめても文句は言わせないってことね。ありていに言えば上等じゃない。ケビン・グラハム、あなたの考えはどうなの？どうなのですか？俺？いきなり振られても、正直言うんなら回収したいのは山々ですわ。せやけどリベールとはいろいろと協力してきた中ですから、無下にするんもちょいと。どちらの言い分にも決め手に欠けるということか。これは面倒なことになったね。ちょっと中佐、そんな人ごとみたいに。なんだ、どうした？二人とも何目を丸くしてるのよ。何って？今の聞こえなかったのですか？だから何が聞こえたっていうの。これは ありえない。だって動力反応が完全に消えていたのよ。なのにどうして？決まりですね。ああ。立方体のアーティファクト、今まで見たことも聞いたこともないタイプや。あえて呼ぶとしたら宝石といったとこか。あ、シード中佐、それにエリカ・ラッセル博士、名役に従い聖杯騎士団ケビン・グラハムの名においてアーティファクトを回収させてもらいます。お二方並びに関係者の方々の誠意ある対応に感謝しますわ。なんかえらい長引いたな。まさかエリカ博士があそこまで食い下がるとは。そうですね。しかしあの最後の一言には正直ぶっ飛んだわ。それを持っていくなら代わりにその子を置いていきなさいって。アネラスちゃんやないんやから。アネラスちゃん？あとすまん、リベールでの知り合いや。遊撃士やっとる子で、確かリースと同じくらいの年やったと思うけど。そうですか。そのリースさん？何でしょう。そのひょっとして怒っとる？今までろくに連絡も取らへんで。グラハム卿。はい。5年という歳月が
あなたを守護騎士という要職に就かせたのと同じように、この5年間で私もまた変わりました。今の私は聖杯の獣騎士、あなたを支え守るためだけの存在です。ディス。ですから気遣いは無用に願います。そうでなければ私がこのような格好をしている意味がありません。国際定期船の最終便に乗るのでしょう。早めに発着場に向かった方がいいかと。あ、おい、今の空耳です。え、グラハム教、お疲れのようですね。ありえない音が聞こえてしまうくらいに。船に乗ったら座席で少しお休みになった方が。少しお休みになった方がいいかと思います。キュルルって、お前全然変わってへんやん。相変わらずいつも腹ペコなんやな。これはただの生理現象というものです。この程度の生理コントロールができないのは修行不足の証拠。自分の至らなさを痛感します。至らなさってそういう問題ちゃうやろ。せやな、やっぱリースはいつも腹ペコやないとあかんで。そんで厨房に忍び込んでつまみ食いしては怒られて。もういいです。待った待った。邪魔です。どいてください。悪かった。謝るって。懐かしかったからつい悪乗りしてもた。別に謝罪の必要はありません。あなたの謝罪ほどいい加減でその場限りのものはありませんから。あった、調子出てきたな。一つお願いなんやけど、それやめへんか。何のことですか。その丁寧口調や。他の連中にならともかく、くすぐったくて仕方ないわ。それとグラハム教諭のもやめてくれ。昔通り呼び捨てでいい。お断りしますと言ったら、拝み倒す。お前がうんって言うまでひたすら土下座させてもらうわ。ま、三つ子の魂百までとも言うからな。腐れ縁のノリっちゅんはそうそう変わらへんってことや。の方からしたくせに。ん？なんか言ったか？いえ、仕方ありませんね、ご命令とあらば。ちゃうちゃう、命令やない、お願いや。そこんとこ間違わんといてや。ケビン、相変わらずわがまますぎ。そうそう、それやで。言っておくけど、言葉遣いを戻しただけ。あなたが守護騎士で私が獣騎士なのは変わらない。そこのところ間違わないで。うん、せやな、
昔に戻るなんて、そんなのできるわけないもんな。さてと、もう一つ提案なんやけど、最終便までもう少しあるし、東街区にある百貨店に寄らへん？船の中で食えるパンでも買っとこうや。それは賛成。残り物は全部買い占めてもいいくらい。そこまで腹ペコやったんかい。